アルトゥール・ダシルバ・ベルナルデスは、ブラジルの政治家。1922年から1926年まで、第12代ブラジル合衆国大統領を務めた。ベルナルデスは1875年、ミナスジェライス州の微ー座にて生まれた。1918年から1922年まで、ミナスジェライス州知事を務め、1922年には、ミナスジェライス共和党から大統領選に出馬した。 この選挙は典型的なカフェコンデーテの様相を呈し、ベルナルデスはミナスジェライス州及びサンパウロ州の支援を得たものの、他州及び軍部は統一候補を立てて対抗した。この選挙ではベルナルデスが勝利し大統領に就任したものの、特に軍部の青年将校による反政府運動が活発化し、ベルナルデスの姿勢下では判断が絶えなかった。選挙勝利後、 就任前の1922年7月には、首都リオデジャネイロで騒上が起き、さらに1924年には、アマゾナス州、マトグロッソ州、サンパウロ州、セルジペ州、リオグランデドスル州にて反乱が勃発した。これらはすべて鎮圧されたものの、ベルナルデス政権はこれらの動きを力で抑え込む、姿勢を示し、4年の任期中ほとんどすべての時期において、戒厳令が敷かれた。 外説ブラジル氏、P119 から120山田ムツオユ比較賞は61年2月15日、初版第一冊。ありがとうございます。